こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界を伝えするマッチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの岩武蔵です。さてね、はい、今日はちょっと趣向を変えまして、うん、先日私が玉の海店に行ってきたんですね、はい、現役中に亡くなりました玉の海、うん、亡くなってもう51年なんですが、故郷である蒲郡市の博物館で玉の海店があるということで、うんうん、急遽私一人で行ってきました。なんか急に聞いてね、うん、期間も短かったから、そうなんですよ。もう私はちょっと行けなかったんで、はい、いろいろお話聞きたいと思います。はい、まあ、玉の海につきましてはね、うん、去年私たち名古屋場所に行った時に、はい、あ、そうですね、蒲郡におりましてね、はい、蒲郡の体育館があって、そこにはね優勝の賞状とか、うん、そういうのは展示されてましたけど、暗くて、ね、なんかちょっと寂しいような感じでしたね。郷土の英雄としてはちょっと寂しい感じだったんですが、うん、はい、まあ、今回はね、うん、玉の海の同級生の方たちがお気に入りになってね、ですから今回の展示といいますのは、ね、はい、もちろんね、うん、化粧回しと横綱に推挙された時の症状とかも あったんですけども、まあ、でもどちらかというとね、まあ、人間玉の海といいますかね、こう子供の時からの写真なんかをおそらく同級生の皆さんが集めて展示してたんじゃないかなと思うんですよ。でもよくここに来てそれをしましたね。そうですね、まあ、去年が没後50年だったんですけども、うん、ちょっと去年はコロナとかでねできなかったっていうことで、今年51年で存命されてたら何歳、うん、78歳なんですね。あ、まあ、そのくらいの同級生であろう皆さんなんかが受付されたりしてましてね。でもね、私ね、もう入った時に一番心打たれたのがね、はい、こういう展示をしますっていうような文章がですね、うん、溢れる才能を努力で磨き続け、うん、はい、迷路快活だった個人を偲んでほしいと、本当に才能も豊かだったし非常な努力家だったということはもうみんなが分かってて、しかもね、性格的にも本当に迷路快活な好青年だったというのはもう誰もがね言ってることなんですけどもね、ね、ちっちゃい時からのね写真なんかもあったんですよ、うん、何歳で入ったんですか。中学の時から、うん、柔道では相当な、ああ、なんかそれは聞いたことありますね、柔道のがやってた、それで、うん、もう勧められてっていうようなことで、はいはい、中学を卒業してね、うん、すぐに入ったんですけどもね、玉の海の本名って知ってます？谷口、うん、まあ、谷口さんだったんですが、うん、中学時代はね吉武さんっていう名字だったんですね。そんな名前知らなかったですね、ですから、うん、柔道の賞状も吉武正夫っていうふうに書いたものが、載ってましてね、うん、それでその後に一回竹内っていう名字にもなってるんです。それは相撲界にこう導いてくれたこう村相撲の人という方が竹内さんでね、うん、まあ、その方が糸島っていうしこ名でやってられた、村相撲のしこ名、村相撲のしこ名が糸島っていうことで、うん、それで仙台玉の海の玉と糸島さんの島で自らね玉の島って名乗ったって、ね、なるほど、もう入った時から玉の島なんですか。入った時からね玉の島、じゃあそれで関取になって大関まで行くんですかね、はい、そうですね、うん、まあ、自分でねもう玉の島って決めたっていうすごいね、またすごいんですけどね、うん、多く展示されてたのが中学時代の恩師、うん、担任の先生ですかね、うん、美術の先生なんですね。この美術の先生というのはね、こういろいろ切り抜きとかあったんですけども、うん、新聞なんかにもよく談話を寄せたり、はい、それからテレビのご対面番組とかそういうところでもね、その先生と写ってる写真とかたくさんありましてね、うん、そんでその先生とね、お相撲に入るって約束したことがあって、うん、まあ、この記述っていうのは多少ね書いてあるところによってで微妙に違いはあるんですけども、うん、最初に書いてあったのをちょっと紹介しますとね、うん、はい、絶対タバコは吸いません。おこれなさる時まあ中学生の時もありますけどもね、まあ、これから先もっていうことなんでしょうね、うん、それから絶対に先生の言いつけを守ります。もう先生のこと相当尊敬してたんでしょうね、そういう関係があったんだと思います。それから収入があるようになれば母親の面倒を見ます。15歳ですよ歴史になっても泣き言は言いません、
体に悪いことは一切いたしません。すごいね。というのをね、この相撲に入る前に、入る前に言ったわけね。その先生にね、一応約束したっていう、まあすごい根性ですよね。それでね、もちろんもう入ってからも。それを守って。まあ最初から有望でね、もうすぐに序二段で優勝したりは。してますけどね、まだまだ当時、まあ、いい体してたと言っても相撲界では細かったんでね、結構鍛えてたみたいでね、こう筋骨隆々としたような若いところに頃の写真がある。写真は撮らないようにっていうことだったんで、はい、紹介はできないんで私の頭の中にあるんですけどもね、誰に似てると思います？私すごく、このイメージにしていただいたらと思うことがあるんですけど、その今の関取でじゃないんですけどもね、その細くて筋骨隆々として、あの玉の海の顔っていうのが、あのミルクボーイの駒場さん、私ミルクボーイの駒場さん出てきた時からちょっと玉の海に似てるなとは思ってたんですけど、ね、あの横綱になってからポコンとお腹も大きかったんですけど、丸いお腹してね、でも、もう若い時は本当にね筋肉質でね、皆さんも駒場さんのイメージで考えていただいたら合うんじゃないかなと思います。力士ってよくね、入った頃は、とにかく体を鍛えようという、そうですね、それでさっき、美術の先生って言いましたけども、はい、だから絵もね結構上手なんですよ。なんか頭の海が描いた絵っていうのをね、飾られてましたけどもね、やはりこう美術の先生との信頼関係もあったんからかして絵も上手でしたし、ちっちゃい頃見てた本とかを今思い出すと、玉の海が有名になった頃から近代相撲が始まったような、昔はなんかこう酒飲んで寝て太って起きて稽古して、はい、玉の海今存命でしたら78歳ではあるんですけど、当時は現代っ子横綱、ああ言われてたね、ですから、まあ、絵も上手だし、私が知ってるのはね、ベランダの軒みたいなところで、こうギターを弾いてる写真、相撲の本で、ちっちゃい頃に見た覚えがあります。そうです、ね、また別の写真だとは思いますけど、ギターを弾いてるものとかね、それからまあ当時まだまだ高級だったカメラが好きだって、カメラを触ってる写真ですとかね、割とこう、何でもこう趣味が、そうですね、好きな好きみもやる、そうですね、でからボウリングなんかもプロ級にうまかったり、ね、じゃあプロ級にうまかったんだ、そんで、ボウリングのユニフォームをね、背中に玉の海って書いたユニフォームなんかも、なんかそれ以前の力士はそんなの着ること自体があんまなかったような、よくねトレーニングウェアを着て走ったのは玉の海からっていうような話も、ね、そういうこう時代を変えたようなことをしてきてるんですね、そうですね、それでね、あとね非常に印象的だった写真は、蒲郡中学で見つかった写真っていうのがいくつか展示されてたんですけどもね、蒲郡中学と言いますと、一つ上には勝光、一個上なんですね。そうですね、若藤親方ってね、私が入った頃は審判部で、ね、見たり、2枚目のスッと背の高い方でした、その勝光が一つ上で、そして玉の海、そしてね一つ下にはね、まあ3段目で終わったんですけど、神の海って書いて深海、後にね頭青いで、青いの御門の青いでね、玉青いっていう名前で、だから3学年連続で蒲郡中学から普通の海に中学校がその相撲界に行くぐらいの力をつけた、それも関取2人産んでる、そうですね、それで勝光と玉の島が中学のグラウンドで肩組んでる写真とかをねありましたんでね、勝光の方が先に入ってるんですか？そうですね、まあそういうね蒲郡中学の貴重な写真っていうの、それはどの時代の写真があったんですか？いや、おそらくですね、うまくしたとかそんなぐらいじゃないかな。でも玉の海も早いでしょ、出世ね。そうですよ、玉の海はもう22歳で大関になってます、ね、すごいね。それで亡くなったのが27歳で、今はどうですか、考えられますか、今27歳のこれからだっていう横綱がね急に亡くなるって、今の相撲界で言ったらどんな存在なんかって思ったら ね、 そうね、現在の横綱大関が亡くなる以上の衝撃ですよね、年齢からして、ね、もう年も若いし、もうこれからの横綱だったんで、協会もそうやし、相撲ファンもみんな衝撃を受けたんじゃないでしょうかね。もうみんな多くの人がねショックを受けましてね。なぜ亡くなられたんですか？
あれはあの一応盲腸具合は悪かったんですけど、うん、ずっと散らしてなんとかね、うん、それで大鵬さん の, あの引退相撲とか、うん、浅瀬川さんの引退相撲とかを出て、その場所は全部出たわけね、はい、そんで10月の大鵬さん の, あの引退相撲とかがね、うん、そのあ後で入院して血栓ができたんですよね。まあ、私も知らなかったけども、ウィキペディアなんかによりますとね、やっぱり肥満体の方が手術したりしたら、今やったらそれが分かってるので非常に気をつけるんだけども、うん、まあ、当時はまだまだね、あの知識がなかったんで、大鵬さんとかの引退相撲が終わって、うんうん、入院した時にはもうちょっとこう、いや、あの元気だったらしいですよ。経過も良好で、もう狂退院っていうような朝に突然ね、だから今で言うね、エコノミー症候群みたいな感じです。あのこうじっとしてたことによって血栓が詰まって急遽なくなってしまって、今現代だったらね、なんとか手の打ちようがあったんでしょうけどね、うん、それでね、展示の中には遺発がありました。常に大胃腸の遺発でしょうけども、うんうん、断髪式したわけじゃないから、もうあのちょんまげをあのお坊さんがね、最後お母さんに残すために切ったっていうことでね、ここに展示されてましたね。でね、うん、あのまあ、向こうの方と少しだけお話ししたんですけども、うん、まあ、その方も若い頃からよく知ってる方なんでしょう。もうこあんだけ親孝行で好青年がね、なんで神様はそんな早くね命を取っちゃったのかなっていうようなことをね、最後先生が一言言えなかったですね、ちゃんと療養しろよって、ね、先生の言うことを聞くっていう約束があったんでしょう。そうですね。ね、もう元気な横綱だったんで、まあ、あの何かねちょっと過信したところもひょっとしたら、うん、若さが出たかもしれんね、病気に対して。分かんないですよね、うん、優勝何回ですか。優勝はもう6回なんですけど、うん、ね、まあ、これから 何回するかというような横綱でしたからね、もう安定感抜群でしてね、うん、あの横綱10場所の平均が13勝2敗です。すごいね。すごいですよね、うん、それでね、私が一生懸命見てたからかこんなんいただきました。この大きさです。はい、これがあの、まあ、この展覧会のポスターにも、うん、あの使われた写真なんですけどもね、もうその、うん、貴重ですよね、こういう、あの写真ですもんね、これ。そうです、写真です。ポスターとかじゃなくて、こんだけの大きい写真ですのでね、うん、また非常に行ってよかったなと思います。そうですね、あの玉鷲もね、最初来たらしい、ヤフーのニュースに出てました、で玉鷲も来てくれたっていうことを言ってたんですけどもね、うん、まあ、玉鷲も自分が生まれるより前に亡くなった大先輩ではあるんだけども、非常に尊敬してるみたいでね、玉の海の所作っていうものもね、いろいろあの取り入れてるっていうことで、あの一つ聞いたのがね、うん、勝負が終わったら下がりをパッとむしり取る、あの関取も多いんですけども、はいはい、でも玉鷲は勝ち名乗り受けるまで取れてしまえない限りは取らないそうです、うん、じゃあもう相撲終わってもピチッとついてたら土俵降りるまでつけてると、うん、そうなんですね。それでそれを聞いてから、私もいつもね玉鷲、うん、ああそうしてるわと思って見てたんですけども、それは玉の海のそれをしてた、うん、みたいなんですね。ちょっと私もね、そのあんまり気にしたことなかったんで知らなかったんですけどもね、でも玉の海っていうのは亡くなるまで一回も休場がなかった。あ、それも玉鷲の、うん、そうなんです。ですからね、玉鷲もその気持ちを ね, ね、その気持ちを継いでるのかなと思ったらね、なんかもうちょっとうるうるしてきましたけども、まあ、玉鷲もね、あの玉の海の意思を継いでこれからも長く頑張ってほしいなと思いますし、ね、まあ、本当にね、あの玉の海、あの思い切って見に行ってそうですね、よかったなと思ってますし、はい、それにしてもあれ、うん、私も行きたかったんですけど、うん、なんか1週間ぐらいしかやってないっていうのがね、まあ、せめてまた来年も再来年もっていう感じでね、うん、ぜひこのね命日に合わせてやってほしいなとは思いますね。そうですね、はい、はい、今日はねちょっと趣向を変えて玉の海店に行ってきたことを紹介させていただきました。本日もありがとうございました。また次回、さよなら。